それではトラインパート15始めていきます。もう15やばいねえ、な早いよね。ねええ、なにこれやばそうじゃない。これなにボスなの。気をつけて、落ちたよ。こんにちは。私落ちてなかったのに絶対私落ちてないのに落ちてないのに。え、びっくりした。え、なんか経験値ある。水の中にある。岩があるのかな、どっか。待って、ゴブリンだ。また水の中なん、もうあり、あるんだけど、うん、岩が欲しい。岩か。あ、なんか上、うわ、これはゴブリンがね、そこにね、いるんだ。あ、ほんとだ、ゴブリンじゃない気がする。サハギン。サハギン、本当だ、サハギンぽい。盛り上がってる。あ、死んだ、ごめんなさい。はい、センキュー。本当だ、サハギンだ。で、レバー、レバー2個あるね。本当だ、ナイス。ええ、なんか止まった。何だろう、何も起きないぞ。何も起きない。あ、壊れて、動かないか、壊れてる。あて、これ、あ、下行けるけど樽が水抜かないといけないのか。あ、進んでみる。あ、戻っちゃうか、レバー進むか。壊せない、あ、下、さらに下行けるっぽいな。あ、こっち行ける。あ、樽落ちてったよな。そう。あ、本当だ。あ、登る？なんかさらに下に行ける感があるんだが、なんでこれ？足が大きい。え、これどっち行くんだろう？水がね、これ水抜けないとか？だよね、水抜くか。ばばばば。ごめん。大丈夫。こっちから行く。ナイス。なんか無理やり。あ、これでもさやちゃん来てもらわないなやつだわ、たぶん。あ、いけた、いけた。ほんとだ、いけた。なるほど。魔法使いの出番のようだな。とりあえずこれ取るじゃろ。うん、うん、取るな。これを落とすじゃろ。はい。へい。で、あ、なんか出てきた、なんか出てきた。これ取ったらどうなの？あ、これと こっちに繋ぐのかな。あーぽい。待って待って、一個ずつやろう。はい、はい、左から、左から、わかった。はい、その4つの3つ口があるやつを、うん、右。あ、右なんだ。こうですか。うん、これで高さ揃わない。揃う？揃わない。あ、それも外せんだ。そう、そこ。あ、ここ外せる。外せるの。まさかの。これはちなみに外せないね。ここは左は外せない。左はまあ確定なんじゃない。これ、あ、そうね、その向きじゃなきゃいけない気がする。で、これ全部一緒。あ、あ、それで上の管いらないのかな。上の管ちょっと取ってみようか。うーん、ぽいかも。あ、いけたかも。え、待って待って、見えてない見えてない。したら、それを今つなげて。あれ、違くない？あれ、違うか。いけてる？あ、で、曲がってるやつを下にくっつけて。あ、なるほど、なるほど。違う、それいらない。それ左、それそうだ、ね、あ、合ってる合ってる。そこそこで、で、曲がってるやつをその下にくっつけて。あ、その、完璧完璧。待って、風頑張れ頑張れ風、はい、ナイス。え、これで何も起きない。なるほど、動かしてみましょう。早速行ってみよう。なるほどな。なるほどな。どうしよう、上に一人残ってた方がいいとかある。
じゃあレバー、まあ、やるね。確かに。はい。あ、水が減った。水引いた。引いた。これで下探索できるのでは。あ、浮いてる。なんか、いや、わかったよ。いや、わかんないけど、このさ、この足場怪しくない？みんなで乗ったら落ちない？あ、ちょっと重み。さっきこれ沈…あ、いや、これね、持てるんだよ一応。でもここで引っかかるの。樽が邪魔？てか樽が邪魔なんだよね、多分。樽はどけれないやつ。樽…うん、ないね。なんかくっついてる感がある。さっき沈んでたんだよね、これ。あ、そうなの？あ、わかった。箱いっぱい置けない？あ、沈めるの？箱って重かったよね。あ、沈むのか。知恵。いいね。ね、ごめん、なんかみんな大丈夫？まだ、まだね、まだ足りない。もう一個置ける。なるほど、知恵。あ、あ、いけたいけた。あ、ナイスです。で、これこっちから帰るんだ。なるほどな。できたよ。オッケー。ありがとう、しるち頭いい。ふいふい。では、下へ下へ参ります。そしてこちら、難しいね、これ。難しい。多分樽使うんだと思うんだけど、下に落ちてる。これか。樽を上上限ギリギリまで上げて下がってきたところに飛び移る。あー、すごい、できた。さやちゃんを、登ってきた。あ、ナイス。そして、ああ、下は何もない。レバーが引きます。来ました、サハギン。あ、右からは大丈夫。3で。左も来てる。左を任せろ。右大丈夫。あ、まだ来る。ナイス。オッケー。え、あ、嘘。あ、オッケーオッケー。回復。大丈夫そう。まだ来てる？うん、終わり？大丈夫。レバーを回す。お、なになに、なに。あ、サンがなくなった。おー、あ、待って、雲した、雲。ナイス。で、チェックポイント、うん、また3ですな。これこっち流れるよね。あ、あ、回復。上の取りたいね。私がぶら下がっちゃったらダメなの。あ、いや、いいよ、持ってる持ってる。あれ、なるほど。あれ、上にあった。なるほど。あれで、あ、上にもある、さらに上にも。で、これあれか、傾けて飛び乗る系かな。あ、なるほど、なるほどな。壊れちゃった。下にあったやつ壊れちゃった。あー、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 ナイス。いけるもんなのか。ありがとう。そして頑張れ。すごい。おい、もう慣れてる。おー、強い。何？立って。よし。これなんだ。よ、読むって。読む。あ、本当だ。親愛なるロザベルへ、18歳の誕生日おめでとう。あなたからプレゼントなんてびっくりするわ。お話しましょう、イザベルより。怖えーなー。あ、でもイザベルは、うん、向かってる方だよね。すごい楽しみにしてんじゃん。ね。これやばいんだけど。待って、これ重、これこそ重力だ。来た？どうだった？な、ナイス？おぉ？うわ、うますぎ。あ、ごめん。あ、ここ、
ごめん、足場が、足場じゃない、ワイヤーかけれるところ、ここが限界だった。で、ここが限界っぽいから。ちょっと待ってね。あ、ぶっ。おじいちゃん、ごめん。はやちゃんの行動力の速さ。やることがないんです。何にも役に立たない。なんかね、あ、そう、もっと右に行ける？刺した。もう、あ、それ以上行けないのか。遠い気がする。オッケー、開けた？ナイス、生還できた。すごい。このキノコ古い。何されたの？あ、上ありそう、いろいろね、ありそう。あ、いや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 、重力だね。すぐ忘れちゃう。強いな。チートだわ、本当に。ほんま。あ、なんか目がある。あ、本当だ。さっき出てきたやつじゃないの。ちょ、睨まれてる。なんかでもこっちなんもないな。あ、こっちもな。あ、え。ボス戦なの？あの、先進む。あ、落ちちゃった。どうやって行ったらいいんだろう。あそこ普通にこっちでこうやって行った。あら、なん普通にペチンってされるんだけど。無理無理。あ、死んだ。撫でられて終わるんだけど。ごめん。あ、これあれか、攻撃すればいいの。お、お、お、ナイスナイスナイス、すごい、やったやった、すごい、役に立てた。あ、で死んでるんか、うん、ちょっと待って。あ、危ない。あ、これマジか、ないのか。進む、頑張れ。進む進む、待って待って待って頑張れ、行きます。さやちゃんの冒険が始まる。死んだ。一瞬で終わった。ああ、そもろ。あ、でも意外とすぐだ。意外とすぐだ、ね。意外とすぐだ。待って。で、あそこに作るからね。でもぴょんぴょん。はい。意外とダビー一緒に行っちゃダメなんだった。すいませんでした。あ、でももうこれでいけるはず。やった？多分ぴょんぴょんしていけるはず。あ。死んじゃった。回復するか。お、ナイスナイス。なにこれ。なんですかね、まだ生きてますね。あー、まだいるね。なにこれ、どうしたらいいんだ。あれ、攻撃しないといけないんだよね。うん、さっき攻撃当たってたもんね。そう、攻撃して倒さないと。お、すごい、お、すごいすごいすごい。あ、待って、3出てきてる、3出てきてる、3出てきてる。どうしよう。よし、引いた引いた。あ、すごいすごい、見えてなかった。ですよね。で、こっち行くんだ。はいはい。あ、死にました。嘘でしょ。ナイス。何で死んだの今。え、普通に落ちちゃった。あったの。なんかすごい綺麗。何何、鏡？ This looks like one of Rosabelle's mirrors. ルーザベルの鏡に似てる。あ、え？イサベル？ Isabel? Lady Princess, come back. Let's follow her. 中に入るということ。ついていきましょう。入ります。While trying to save their kingdom.王国を守ろうとしたら、謎と陰謀が渦巻く事件に巻き込まれたヒーローたち、イザベル姫の人影を追い、ロザベルの鏡に飛び込んだ。ポータルを通り抜けると、寒波が彼らを包み込み、骨まで凍りつきそうだった。雪国来る？I'm so grateful that you've slain the Goblin King.ゆくゆくにステージ。あ、ゴブリンを殺してくれたことに感謝するわ。今度はトラインを渡してちょうだ
I see. 拘束している。わ、すごーい。I'm afraid her magic has cursed the forest.かわいそうなイザベル。彼女の魔法が俺に呪いをかけたんじゃないかと思って怖いの。でもあなたたちがトラインを渡してくれたらその呪いを永久に消し去ることはできるわ。え、イザベルのせいなの？あ、なんか、あ、ゴブリン。ゴブリン退治をしている冒険者たちが牢獄に飛び込んでくるとは。逃げ出せないぞ、見張っているからな。なんかゴブリンが閉じ込められてるように見えるけど、私たちが閉じ込め、うん、私たちが閉じ込められてんだよね。見張ってなければいいのね。やっちゃうの？やっちゃうダメージ食らった。うん、あ、剣山か。出せよ、この野郎。どうしましょうか。あ、そっかそっか、それくぐれるのか。終われない。上にしようか。ユルフちゃん。あ、上にあるね。経験値が。あ、あ、ごめん。うん。変な方向に行った。ゴシャが。あ？壊れかけてきてる。あれ？壊すの？あ、取れた取れた。オッケーオッケーオッケー。壊せないよ。あれ、壊れて、壊れてないよね。なんだ？あ、あれ？なんでここで翻訳されてないの？草大事なのに。なに、ゴブリンとの間のゲート2まで読めた。もう一回出ないかな。なんで今の英語なの？そこだけ訳されてなかった説。どこも触れそうにない。割れない、うん、そもそもここじゃないっていう発想はないの。いや、なんかさ、箱気になるよね。箱壊す、あの上に刺してある箱。ああ、これ壊してみる。壊れないんじゃない。だからこれ使ってなんとかしろってことじゃないんかね。なるほど、本当だ、壊れてない。あ、あの火切るのかなって思ったんだけどね。氷やっても、うん、あれ当たり判定ないんだよね。手前にあるっぽいね。ちょっとこんなとこ箱。ボックス、ボックス&スパイク。スパイク、なんだって。マイトの後読めなかった。一旦止めて、その英文を和訳しよう。マイトが何々かもしれない。箱が役立つかもしれませんみたいな感じかな。箱をぶつけるはできないな。これ押し、なんだね。スパイクって言ってるから、多分剣山は関係あると思うんだよ。どうやって隠れんだろうね。あー、そういうこと。それ乗っける。おしるちゃんは右側でいいの。あれかな、ゾヤだけいなくなったらなんだってなるのかな。違うか。しばらく待ってみるとか。いや。でもなんかね、うん。してたしてた。だけど、おじさん二人はどうしたらいいんだろうね。
何やっぱ2人死んだらいいのかな。どうやって死ぬ。おお、死んでみていい。こんなことある。死んだ。で、どうやって隠れる。何これ。絶対違うか。で、ゾヤが倒せばいいのでは。あ、なるほど。あ、できた。すごい。ゾヤ一人で隠密してってことなんじゃないの。だから誰もいなくなったから出れた。そんな死ぬなんて。すごいね。一回死ぬって発想ないわ。あ、死ぬ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 。あっちで回復してこよう。はあ、あー、なるほど。倒してくるか。経験値。浮いてきた。あー。あー、やっと解けた。よかった。お疲れ様でした。出れないかと思ったわ。うん、パート15じゃあこの辺で無事出られたということで。お疲れ様でした。うん、お疲れ様でした。